はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすチャンネルのおやすです。今日は、農作業紹介動画をお久しぶりに撮影したいと思います。はい、という感じで現在、2021年5月3日ですね。5月3日の、ビニールハウスの中はこのような状態になっております。ここのハウス2箇所キュウリ、去年の秋から春まで、今年の春まで栽培しているところは2箇所、2箇所、はい、あるんですけども、ここが1箇所、栽培が終了になりました。そしてメルカリの方ですね、メルカリの方にミニキュウリとかをこう、ちっちゃいキュウリを出させてもらったんですけども、それの予約の方に対応がなかなか難しくなったので、数がちょっと揃わないような状態になったので、一旦予約受付を、終了させてもらおうかなと思っております。はい、気温も高くなってきましたんで、ちょっとね、ちっちゃいキュウリはこう痛みが早いので、黒猫ヤマトの方にこう変えて、短期間でこう出荷、消費者の皆さんのところに届くように、購入者の皆さんのところに届くようにも、切り替えたりもしたんですけども、ちょっとね、いろいろこう傷んで届くというのはなかなかこっちも、心苦しいというふうに思ってますんで、またけんね、クール便とかこういうのを使ったらまた送料の経費がかかってしまうんでね、規格外品、まあ一応規格外品のという扱いで、こうお安く、味を知っていただきたいなと、ミニキュウリの美味しさを知っていただきたいなと思って、ちょっと12月ぐらいから、去年のですね、12月ぐらいから4月いっぱいぐらいまで、ちょこちょこ400件ぐらいですかね、はい、出品させてもらって、リピーターの方がすごく多くて、美味しいよとか、子供さんとかに好きで食べていますっていうのをコメントいただいて、本当にキュウリの生産者としては励みになりました。どうもありがとうございました。はい、また機会があれば、はい、来年も時間取ってやりたいと思いますね。そして、予定では春、夏キュウリですね、夏キュウリ、ここと、まただから2箇所普段やってるところと別のところの1箇所夏キュウリ用のハウス、がありまして、そこの準備もしないといけないということで、ちょっと、ね、ここの場所キュウリもう少しできたような気もするんで、1ヶ月ぐらいですかね、あともうちょいできたような気もするんですけれども、人手不足とかもね、いろいろ仕事の都合もありましたんで、終わらすことになりました。はい、片付けに入っております。今まで見てきた感じとキュウリのビニールハウスの風景が違うのが分かりますでしょうか。はい、そしてキュウリがこれツルですね、これが本線ですね。ここまっすぐずっと上のところあって、これがキュウリのつるなんですね。4本らしですね、ここは。はい。つる下げ栽培ですね。4本出てますね。4本出てますね。それが残って、つながってます。ここ切ります。はい。切って片付けて、ビニールハウスを蒸し込んでというふうに作業に取り掛かっていくわけですけれども、最終的にね、キュウリ栽培、消費者のことは分からない、つる下げ栽培が去年の秋からずっとやってますんで、秋からこう年越えて春まで現在までやってますんで、つるがどれくらい伸びてるかっていうのを、どういう状態になってるのか、どういう風にキュウリがなっていたってかなっていたのか、つるがどれくらい伸びていたのかっていうのをちょっと動画でご紹介もしたいと思います。そしてこの片付けが終わった後、そうですね、ミニトマトをちょっとここは植えてみようかなと思っております。そんな感じですかね。またほんでこういうことは別のところのハウスでキュウリ、夏キュウリですね、夏キュウリをこう植えまして、秋ぐらいまでやると、その時はミニキュウリは、そうですね、やっぱり夏場だとね、ちっちゃいキュウリ送ったりするとクール便とかじゃないと痛みもあるんで、
どうかなというふうに思っております。リピーターでこう食べていただいてる方にもたくさんいるので、ね、できたらこう続けたいとかはちょっと思ったりもするんですけども、はい。でもここと別にもう一箇所ビニールハウスのところがありました。そこはまたキュウリ栽培ちょっとやってるんで、ミニキュウリとまでいかないですかね、ちょっと小ぶりキュウリ、通常まあ一般的には20センチ100グラムぐらいなので、それより小ぶりの、でまあ 10センチぐらいで半分ぐらいかな、12、3センチぐらいとか、そういうのがまあだから曲がりキュウリの規格外品が出たりするので、そういうのもまあ、ね、ネット販売ができるかなとは思ってるんですけど、予約をこう受け付けてすぐにこう出せるというような状況ではないので、出品できるようになったらメルカリにこう専用とかを作るんじゃなくて出せたらなとかはちょっと思っております。はい。どれくらいの方がこの YouTube、キュウリを買っていただいている方のうちどれくらいの方が、見ていただいているのかわからないですけども、メルカリのこう説明文だけじゃなかなか伝わらなくて、 YouTube も活用しながら自分のこう栽培しているキュウリをこう、食べていただいている方に説明できたらなと思って動画は撮らせてもらっておりますけども、はい、いつもありがとうございます、ありがとうございます。はい、見てますか、見てますか、 YouTube 見てますか、おやすですよ。はい、僕はキュウリ作っておりますということで、はい、今回はこのような動画で、あ、そうですね、最後にじゃあキュウリのつるがどれくらい伸びてるのかご紹介して動画終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。おやすでした、ありがとうございました、バイバイ。はい、では、キュウリのつるがどれくらい伸びたか、春から去年の秋から春まで、今年の春までどれくらい伸びたかご紹介したいと思います。動画でご紹介したいと思います。はい、キュウリのこう本線がこうありまして、ずっと伸びてて、さあ角度を上げて、分かりやすいようにこう吊るしております。じゃあ歩数を数えましょうか。ここから、1歩2歩3歩4歩5歩6歩7歩8歩9歩10歩11 12 13 14 15 1617、18、19歩、20歩ですね。20歩でこの先まで来ました。はい、見えますでしょうか。もう、いらない、もう栽培終了になりましたんで、こう、キュウリ、のけておりますけども、こういうとこにこう、なってるわけですね。はい。というわけで、ずっと向こうの方もいろいろ、ありましたけれども、キュウリはとにかくつるが長く伸ばして、その先にキュウリを、がこうぶら下がって、それを収穫しているという風な、これがつる下げ栽培です。1本だけ取り出すとこういうような、はい、長いですよ、長いですよ、はい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 。でここの根っこから栄養を吸収しているというわけでした。はい、吊る下げ栽培がどういうものかお分かりいただけたでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。